玄用者、玄用者、玄用者、1881年から1946年は、旧福岡藩、黒田藩氏が中心となって、1881年、明治14年に結成されたアジア主義を抱く政治団体。日本で初めて誕生した右翼団体とも、当時の在野の多くの政治結社と同じく、 欧米諸国の植民地主義に接見された世界の中で、人民の権利を守るためには、まず国権の強化こそが必要であると主張した。また、対外的には、アジア各国の独立を支援し、それらの国々との同盟によって、西洋列国と対抗する大アジア主義を構想した。明治から敗戦までの間、政財界に多大な影響力を持っていたとされる。 日本の敗戦に伴い1946年、昭和21年、GHQ は日本の国家主義と帝国主義のうちで最も気違いじみた一派として解散を命令した。1881年、明治14年、平岡光太郎を社長として、旧福岡藩士らが中心となり、杉山茂丸、遠山光つ箱田六助、大原義武、福本誠、 内田良五郎、内田良平の父、新道喜平太、新道和馬の父、月瀬光太郎、末永純一郎、竹石信女、小賀総兵衛、松野半助、月吉広、小玉乙松らが創立に参画し、新聞、副良新報を創刊し、吉田祖吉といった教格や、二十六新報の主筆、鈴木天岸もしばしば関係した。戦前、戦中期にかけて、 軍部、官僚、財閥、政界に強大な影響力を持ち、日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、そして第二次世界大戦と、日本の関わってきた数々の戦争において、情報収集や裏工作に係りしてきた。また、アジア主義の下に、中国の孫文や李氏朝鮮の金玉金をはじめ、当時欧米諸国の植民地下にあった、イスラム指導者など、 アジア各国の独立運動家を支援した。ただし、現用者の連中側氏が、半島に行って、乱を起こしてやると吹聴調していたのは、東学党の公領の中に、敗日があったので、ただの大元相互であろうと、陳俊心たちは述べている。現用者の社則の条項は、皇室を高主体すべし、本国を愛聴すべし、人民の権利を保守すべしというものであった。当時、 薩長反発政府による有志先生を打破するために議会の開設を要求した有力な政治勢力の一つは今日右翼と称される現用者などの民間結社であった。しかしこれらの勢力が議会開設後に一転して政府と一体になって選挙干渉に転じた。その理由は当時の議会が、民力給与を掲げ軍事予算の削減を要求しながら 新国との戦争を躊躇していたためであった。現用者はテロも含めた激しい選挙干渉を実行している。他に現用者が関わった有名な事件としては1889年、明治22年の大隈重信の爆殺未遂事件がある。当時外務大臣だった大隈は日本が幕末に結んだ不平等条約の改正を図ったが、その改正案は 関係各国に対しかなり妥協的であり、国民的反対運動がたちまち全国を覆った。しかし、豪気な大熊は決して事案を曲げなかったため、現用者社員の苦島恒吉が大熊に爆弾を投敵し、自身もその場で喉を切って自決したのである。苦島の投げた爆弾は、過激自由民権運動家の多い健太郎から提供されたものと言われている。事件で、 大熊は右足を失いながらも、なお自説を貫く決意であったが、政府は方針を急転し、大熊は辞職したため、この妥協的改正案は見送られることとなった。原用者の社員らが掲げた有名なスローガンには、大アジア主義、孫文の神戸演説に語源があるとされるがある。彼らは、朝鮮の親日海化運動家、金玉金屋、僕へ移行、インドの独立運動家、 ラース・ビハーリー・ボースラを庇護し、アメリカと独立戦争を戦うフィリピンのアギナルドへは、武器と義兵を送ろうとした。1901年、明治34年に、内な良兵らが、国流会、現用者の海外工作を担うを設立してからは、より多彩な活動が展開されるようになる。孫文らの侵害革命を支援するために、多くの老人たちが、 新朝政府軍やその後の軍閥政府軍と戦っている。日露戦争中全般にわたり、ロシア国内の政情不安を格作して、ロシアの形成を困難にし、日本の勝利に大きく貢献した赤史元次郎も、現用者の社中、社員であった。陸軍参謀本部参謀次長、長岡外氏は、赤史の活躍は、陸軍10個師団に相当すると評した。また、 ドイツ皇帝ビルヘルム二世は、明石元次郎和とで、満州の日本軍二十万人に匹敵する戦果を挙げていい。と言って叩えた。また、日韓問題については、内田良平は、一進会の領収利用級と、日本と大韓帝国、韓国の対等な立場での合法を希望し運動した。昭和に入ると、現用者と関係の深かった中野聖悟らは、 大日本帝国憲法を朝鮮、台湾にも施行して、内地と朝鮮の法律上の平等の徹底、参政権は俗地主義であったため、日本内地在住の朝鮮人、台湾人にのみ選挙権、非選挙権があったを図るべきと主張した。一方、東山光と信仰のあった、足塚大二郎らは、国家として独立できるだけの朝鮮のインフラ整備は、非完了したとして、 朝鮮独立を主張した。阿ツは満州帝国に対する関東軍の政治指導を終了すべきことも主張している。新聞、副領新報を1887年、明治20年8月から発行した。これは1898年、明治31年に九州日報と解題し、さらに1942年、昭和17年には新聞統制に伴い、 福岡日日新聞に合併されて、西日本新聞となり、現在に至っている。新道紀平太の子息で、中野聖郷の秘書や原洋者の最後の社長を務めた、新道和馬は、福岡市長となった。多くの原洋者の運動家を輩出した福岡藩の藩校である、修遊館は、現在は、県立高校、福岡県立修遊館高等学校となった。 新道の後を継ぎ1986年、昭和61年から1998年、平成10年まで、福岡市を務めた桑原圭一も、中遊館高校出身である。また、現用者の思想に共鳴した柴田徳次郎によって、関東一円の学生によって設立されたのが、青年大民団である。青年大民団は、現用者の思想を、 多くの青年へ教育するための教育機関として、私塾国史を設立しており、こうした関係から第二次世界大戦直後は、国史館はその名称を変更させられていた時期もあった。福岡市中央区舞鶴の原用車跡地に隣接して、建てられた雑居ビル、原用ビル内に、原用車関係の各種資料を収蔵した、原用車記念館があった。1978年11月に開館したが、 2008年5月末をもって閉館され、資料は福岡市博物館に帰宅される。なお、原用ビルは後に解体されたが、同ビル後の隣にある NTT モマイ舞鶴ビルの一角に記念碑が設置されている。また、墓多区の総福寺には、東山三里や来島恒吉など、社員の墓がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。